9位です。On the ice, representing Czech Republic, Lenka Klovana. 13番、レンカ・クロバナさん、チェコ。3回目のオリンピック、23歳になりました。今、婚約中です。彼女もビールマンスピンがあります。オリジナル曲ロマンス・フォー・レンカ。トリプルトーから乱れた Step sequence で3つ目。サルコーの3回転。ダブルアクセル。ストレートラインステップであと要素は一つ。で肩でほっと一息、チェコのレンカ・クロバーナ。1m71cm55kg、 非常にこうスケールの大きな、あ、ようやく笑みが少しこぼれました。やはり選手というのは緊張がずっと続いているわけです。直前にはもう怖いぐらいの表情をします。最初のトリプルトーループ、少し高さが足りませんでした。したがって着氷が乱れて、その後ダブルトーに持っていきますが、それからこれは最後のスピンです。手足が長いだけに非常にこの見栄えがします。ビールマンスピンも入れました。コンビネーションスピン。世界選手権のずっと常連、88年からチェコのチャンピオンを続けています。昔アイスダンスの選手をやっていました。まあ、なかなかのスタイルを見ますとそれもうなずけます。チェコのウスティなどラベムに生まれまして、プラハで練習を続けています学生です。実は彼女も左膝をちょっと痛めたことがありまして、もう一つ世界選手権で成績が伸びることはありませんでした。アルベールビルオリンピック11位、あの時は17歳。そして世界選手権プラハでの大会で10位、トップ10に入りました。
93年のこと、リレハンベルは13位でした。リクワイアードエレメンツはジャンプの失敗があります。 4.5 というのはなかなか厳しいか。ジャンプの難易度もあります。そしてプレゼンテーションはこちらは5点台に載せましたが、トータルで現在9位、13人滑って9位、荒川7位です。トップリピンスキー。